名古屋教会日本キリスト教団名古屋教会は、愛知県名古屋市中区にある、旧長老派系の日本キリスト教団の教会である。1878年に、名古屋区裁判所判事の鈴木次郎の招きと、アメリカ・オランダ外閣派教会の支援により、植村正久、山本修光が訪れ、有松村で伝道したことがきっかけになる。 1884年5月3日に38人の会員で名古屋キリスト一致協会を設立する。1892年にカンバーランド長老協会系列の愛知協会と合併する。この頃、R.E. マカルピン宣教師が高知から転任する。吉川早野助牧師は1903年から1940年まで37年間牧会し、数カ所で伝道を行う。 伝道の結果、1906年11月26日に、金城教会が誕生する。1927年4月12日には、桜山教会を設立する。1941年に、日本キリスト教団に参入する。1945年12月、清水教会を合併する。戦後、赤石義明牧師の尽力により復興し、幼稚園。 街道建設を行う。赤石の次は、後に、日本キリスト教団の総会議長になる、戸大輔が、牧師になる。1963年、カスガイ会が、分離独立する。1969年に名古屋堀川伝道所が、独立する。工藤栄一、鈴木二郎、日本キリスト教歴史大辞典 P720。ありがとうございます。